こんにちは、トヨニーチャンネルです。パワーディレクター画面クラッシュ問題、12月5日のアップデートを来ていましたが、早速昨日やってみました。でも相も変わらず、やっぱりプレビュー画面にカーソルを置くとクラッシュしましたね。そして今日また来てましたね、アップデート。これ何のアップデートかな、あまり期待はしてないんですけども、アップデートしてみたいと思います。その前に新着情報、これ何でしょうかね。テンプレートエフェクトパック新機能、そういったアップデートか。修正パッチは入ってないのかな。まあまず僕のパワーディレクターがどういう症状かもう一回見てもらいましょうか。12月5日のアップデートはもう済んでいます。はい、ファイルを読み込んで、タイムラインに置きます。そしてプレビュー画面にカーソルを持っていくと、あら、落ちますね。やっぱり。そして新たにこういうパワーディレクターが停止しました。トラブルシューティング、どういう症状でどうなったのか送ってくださいっていう、こういう画面が新たに追加されましたね。こんなのが一回一回出るようになりました、昨日のアップデートしてから。はい、こんなような症状です。じゃあ今回来たアップデートちょっとやってみましょうか。はい、同意。もう運も素もないよ、こうなったらね。もう来たアップデートは全部やっちまえみたいな。昨日はね、ちょっとあの X もざわついていまして、治るんじゃないかなと思ったんですけどね、昨日のアップデートで。多分今日のアップデートでも治ってないと思うけど。はい、アップデートが終わったみたいです。開いてみましょうか。はい、立ち上がりました。ファイルを落としてみてすいません、タイムラインに置きます。プレビュー画面に行きます。お、治った。あ、来てる、小さいの来てるな。ちょっと逆光で見えない。いや、ちょっとこの声うるさい、静かにするか。デスクトップ音声、あれ、落ちなくなりましたね。タイムラインに置いたこの動画をね、クリックして白枠にしてからプレビュー画面に行くと、今までは落ちていたんですけど、落ちなくなりましたね。あれ、治ったのかな、これ。落ちませんね。停止ボタンで最初に戻してみましょうか。あ、お、お、落ちなくなった大丈夫、これ治った。まあ前よりは改善されたようです。これがね、がっつりこう編集するようになって、またどういう症状が出るかね、ちょっと心配なところはありますが、とりあえずこの画面クラッシュの不具合は改善されたみたいですね。わかりました。これでちょっと今回のこの動画、なんかややこしい話になるんですけど、一本の動画を編集して作ってみたいと思います。それでは皆さん、
一応治ったみたいですね。皆さんの方はどうですかね。365ユーザーの方みんな治ってればいいんですけど、ね、まあそういったところでまた次回までごきげんよう、さようなら。